おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の問いです。今日が29回目ということで、このチャンネルではこのマイクロビットですね、これを使って、見る、測る、考えるキーワードにプログラミングの動画を配信しています。こちらがチャンネルサイトなんですが、小学校の先生に向けてということで、ここ少し見にくいですけども、このホームページに行ってもらってですね、その先に行くと、教材をダウンロードするサイトがあります。ホームページということで。で、このですね、一括ダウンロードを押していただければ、この緑のボタン、少し見にくいですが、英語で見にくいんですけども、このダウンロードの、この緑のボタンを押してもらって、ZIP、ダウンロード ZIP とすると、今まで作った教材の圧縮したファイルがダウンロードできるので、ぜひご活用ください。で、このマイクロビットですね、使い方を、まあ、今日29回ということで、いろんな動画で出していますが、と28が前回、29が今日ですから、27回ですね。27回から、このマイクロビットのサイトですね。検索して、マイクロビットの始めをマイクロビットっていうページ。ここからですね、このプログラムしましょうで、いつもここの、さらにここのプログラムしましょうで入っていきますよと。で、新しいプログラムはここで作りますというのをずっと1回からやってたんですが、27回からこのチュートリアルっていうのを追っかけてやっています。まあ一人でも勉強できると思うんですけど、まあそれのサブ的に見てもらえればということで、実践チュートリアルということで、27、28、今日が29で、このスマイリーボタンっていうのをやっていきたいと思います。ここにスマイリーボタンだから、でこのマイクロビットにはボタンが2つついてます。このボタンを押して動くようなプログラムなんだと思います。これをやっていこうと思います。で、押してもらうとチュートリアルが開始しますよと。ボタンを押してスマイリーの絵を、まあ笑顔ですね。笑顔の絵を表示するというプログラムをやっていきましょう。チュートリアル開始と。で、チュートリアルにすると、普通のプログラムを作るモードと少し違うモードになってですね、この、ここが普段は緑だったか、青色だったかと思うんですが、オレンジになります。まあこういう顔ですね。と、目玉があって、喜んでるのと、ちょっとしかめ面になってるやつを作りましょうと。ボタンがどう働くか学びたいですかっていうので、このボタンについて、ボタンってどういう仕組みだろうっていうのはこの動画を見てもらえばいいです。ただ多分クリックすると英語をしゃべるおじさんが出てくると思うので、まあ関心のある人はここを見てくださいと。ここは OK で進めていきます。するとチュートリアルですから、この上に説明が出てきます。とボタンが押されたらというブロックがあります。このピンク色ですね。このピンク色とここの色が一致しているので、 A が押されたらっていう、 A っていうのは何かっていうと、このマイクロビットのこっち側ですね。これが A ボタンです。このボタンが押されたらというブロックを使いましょうと書いてあります。で、この吹き出し消すのは吹き出し以外のところをクリックしてもらうと消えます。この入力ボタンを押して、これをドラッグしてドロップ離してください。ね、このように。で、これ A ボタンが押されたときとなってます。ここまでできたらできたよということで、こちらが進むボタンをクリックしてください。行き過ぎたという人はこれを押してもらうと前のボタンに戻ります。じゃあ次の行きます。で、押されたらと LED の画面に表示というブロックをしましょうと。LED っていうのはここです。ここね。このぼちぼちが25個もついてます。これ一つずつが LED です。で、それを画面表示ですから、これはと水色ですから、この中にあります。で、チュートリアルのいいところは、他のブロックが出ません。関係ないブロックはちゃんと消えるので、間違いが少なくなるようになってます。本番のエディターでは、ここが青くなっている状態では、基本の中のいろんなブロックがあるんですが、チュートリアルはこれだけが出てきます。で、これをこの中に入れてくださいと。で、一回戻りましょうか。これが押されたとき、絵を描かないといけないですね。こんな絵を描いてくださいということで、このぼちぼちのところですね、これをクリックすることで色を変えることができます。これ吹き出しの中だから変わらないんですけど、これと同じ絵を描きましょうということで、ポチ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 と。
で、間違った時はもう一回、いらないとこ書いちゃったっていう時はもう一回やってもらうと消えます。まあ、そんな形で、まあ、今日はチュートリアルですから素直に同じものを書きましょう。まあ、初めて勉強するときは素直がいいと思います。先生の言う通りにまずやってみると、で分かってきたらですね、ちょっと変わった形にして自分なりに楽しんでもらったらいいと思いますが、これで出来上がると、それでスマイリーを見てみましょうということで、これこちらがシミュレーターで、これ何も動きません。でどう動くかっていうと、シミュレーターの A ボタンを押してスマイリーを見てみましょうということなので、これを押してくださいって言ってるんですね。このシミュレーター、シミュレーターの A ボタンを押してっていうのは、このボタンのこと言ってます。まだこれにはプログラム書いてないので、これに押しても何も変わりませんが、シミュレーターの方はもうプログラムを書き換えるとプログラムできてますから、押すとこのようになります。でこれでちゃんと A ボタンを押せばこれがつくようになりましたねということで、プログラムできてるということになります。次は B ボタンが押されたら渋い皮を表示しましょうということで、この皮をやっていきますよと。で B ボタンが押されたとき、行き過ぎちゃいますね。次は A プラス B、A と B が同時に押されたときは、まだこれ終わってないですね。これを置いてみましょうと。で、まあ、この中から A ボタンを押して B ボタンってどこにあるんだということなんですが、ここを押してください。これで B になります。で、ピンク色になります。これ最初取ってきたときは黄色になっていると思いますが、これ同じものがあってどっちか迷うので、これっておかしいですよっていうブロックになるときは、このマイクロビット、この黄色で出ます。だからこれをちゃんと B かぶらないようにね、ぶつからないようにしてやるとちゃんとしたピンク色になります。で同じようにこれを持ってきたらいいんですが、まあ、ここに同じような絵があるので、ちょっとテクニックを一つ、テクニックということじゃないかもしれません。こうやって、まあ、いらないブロックを捨てるときはこう掴んであげて、ここに戻してあげるとゴミ箱の絵になって離すと捨てることができます。でここを選んで右クリックするとこういうメニューが出てきます。子どもたちにはちょっと難しい漢字がいっぱいあるんですけど、漢字が読めるのであれば、この複製する、まあ、コピーするっていう意味ですけど、これを押してもらうと同じものが出てきます。でさっき言ったように変えたいところだけもう一度クリックすると、白はをクリックすると青になるので、こんな風にすれば少し手間が省けるでしょうということになります。でこれでシミュレーター A ボタンを押すと笑って、 B ボタンを押すとしかめっ面になりますよと。でここまでできました。次はこれですと、裏技ですね。 A と B が同時に押された時に起こるシークレットモードを加えましょうということで、まあ普通は A ボタンを押すか B ボタンを押すかで、こうちょっとこう意地悪で両方押したらどうなるんだっていう時に、このシークレットとしてアニメーション、動きのある顔を作りましょうということで作ります。でこれクリックすると消えるので、関係吹き出しは消えます。ちょっと書けないなということで、2つの方法があって、ここをこう、まあ、こうスライドしてもらうと上下プログラムの領域は広がります。でそれからこのボタンですね、このボタンのマイナスを押すと全体を小さくしてですね、ちょっと拡大してというか縮小拡大で広く見せることもできます。まあ、好きな方を使っていただいて、ね、作業をしてもらえればと思います。で今度は A プラス B でどうするかっていうと、ここに持ってくるとまた離すと黄色になると思います。黄色になりましたね。ちょっと小さくて見にくいですが、先ほどのこのプルダウンメニュー、この三角のついたやつはクリックすると別のメニューが出てきます。でこれの A プラス B を選んでください。これでこれともこれとも被らなくなったのでピンク色になります。で、顔を足しましょうということで、右クリックでコピーが出てくるので、ちょっとそれを使ってコピーで、どんな顔でしたか、覚えてますか。確か目がこんな感じでこうだったかな。分からなくなった時は戻って、もう一回戻ってってやっと出てきます。口はずっとこう一緒なんですね。目が行ったり来たりするだけなんで口は一緒です。ここでこの手の形にして、
右クリックして複製にしてあげて掴んで、そう、これ慣れる時までね、掴んだりこう点々が かかれちゃったりして慣れるまで大変かもしれませんが、慣れてもらえれば大丈夫だと思います。こういう風にするとこれが A ボタン B ボタンが押された時にこのアニメーション、これとこれをが出てきます。これが出てこれで止まると。でこのシミュレーターよくできてて、 A たす B のブロックが現れるとここにですね、あの擬似的に A たす B を押すボタンが出てきます。実物にはありません、もちろん実物にはないんですが、シミュレーターには表されます。これを押すとこんな風になるよと。で A ボタンを押せばこんなマークになって、 B ボタンはこうなって、 AB ボタンを押すとこうなりますよというプログラムになります。で持っていたら B ボタンを押して、ね、同時も試してみてくださいと、ね、このボタンはこう、その他っていうのはこの先を出すとき、これをクリックしてもらうと出てきます。でここ見にくくなる場合はこれを押してもらえれば縮むということになります。でプログラムの書き方には USB ケーブル、こんなサイズですね。と最近は C っていう形がよく出てきたんですが、一つ少し前のね、いろんなものを充電する小さい USB のケーブルをこのマイクロビットのここの部分に挿します。と向きがあるので間違わないようにこじっと挿してもらうと、裏側こうですね、これは前回の名刺のプログラムが入った状態で動き出します。まあ、いらない画面が出てきた場合は閉じてもらって、このダウンロードボタンを押してプログラムを書きます。でプログラムを書くということでこういう画面が開くと思うんですが、この時にマイクロビットを選んでください、ね、で選んで保存してもらうと、裏がチカチカチカっとして黄色いランプがこうなっている状態が書き込んでいる状態です。終わるとプログラムが書き込まれたと。今回は何も表示されません、ね、と書き込んだ後は何も出てきません。それはこの最初だけとかずっとっていうところに何も入ってないからですね。押された時に初めて動きます。 A ボタンを押します。 B ボタンを押します。 A ボタンを押します。これほっといても消えません。押したらつくっていうプログラムだけなので、消すというプログラム入れてませんから消えません。で A ボタン B ボタンを押すと動きますね。目がピッピッと、というふうにこんなふうに簡単にボタンを押したときに動きのあるプログラムが作れるということになります。で私がこのマイクロビット気に入ってる理由は、この非常にシミュレーターがよくできているということなので、このマイクロビットなくてもね、なくても十分プログラムの勉強はできます。ただ実際にですね、こういう世界に出てきてですね、実際の世界に出てきて見て光ったり押したら変わるっていう、これはね、この画面でこうクリックしてるのと全然違うんですよね。私自身かなりこうやって実際にこう押した、ポチッと押した時に変わる、この教育効果は非常に大きいと思うので、このマイクロビット非常に気に入ってて、この YouTube ですね、YouTuber っていうんですか、まで、来てしまいました。とちょうど出会って1年ですね、マイクロビットにちょうど出会って1年で、いろんな勉強をして、この楽しさをみんなに伝えたいということで、この動画を撮っています。で今日は29回ですね、見る、測る、考えるということで、マイクロビットぜひ皆さん一緒に勉強しましょう。よかったらチャンネル登録をお願いします。今日も10分超えて少し長くなってしまいました。と第29回、スマイリーボタンですね、ボタンを押したら変わるというプログラム、これで終わりにしたいと思います。今日もご清聴ありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。ご覧いただきありがとうございました。このマイクロビットを使ったプログラミングのチャンネルになります。小学校のプログラミング必修化を少しでも応援したいなということで始めています。